はい、どうも、エイクベーコンです。今日はね、こんなスニオスね、めちゃくちゃおすすめ大活躍のニラを使って、あのニラの醤油漬けをね、今日でしっかり作るよ。でもね、市場でね、でも今この量で200円。で、4束がかける2で8束、8束で200円。激安なんよね。市場近いけんね、もうすごい買い、もうね、買いまくって。でもそんな置いとったら腐るけん、醤油にがっつりつけて、ね、こうやってちょく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 ハサミで切って、IKEA の袋に、IKEA、スーパー、パイナップルのね、袋みたいで、もうパンパンやがれ。パンパンやがね、もうこれ。IKEA のね、IKEA がね、たくさん入りました。さあ、ここに投入しますよ。まず何を投入するか。出ました。砂糖。エグベコはね、なんかもう、あの、いつもきび砂糖を買ってね。きび砂糖を使えるよ。桃太郎さん、桃太郎。あ、で、次はね、あの、これ。あの、西ライトが炒めうどんにかけるちゃうちゃう。サイゼリアね、パスタかけてね、かけるね。七味をね、ふんだん入れたら辛いけど、できるよ。適当にカラ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 辛いよでな。次はの刺身醤油。醤油やったもなんでもいい。で、安い醤油じゃなくて全然いいからね。安い醤油でもね、ほんまちょろんでいい。もう、イケアの袋、ムジブロックとかそういう袋に入れたね。もう、醤油ちょろんでね、味全体的に締まるけんね。引き締まっていけんね。いや、もうこういう袋に入れて。ねえ、ちょっとあの、揉んでいくよ。揉むよ。頑張れ、で、ニラをね、めっちゃね、こうつけて。また味染み込まして揉み込んでいって。もうニラに、こっちと一渡るように。で、これが何年かね、何年もちゃんに何日間かつけた後の、これになったドラえもんの袋かわいいね。かわいいドラえちゃんとひずかちゃん。かわいいね。みんなかわいいね。で、ドラえもんの袋にかけて、爪なだ。これから僕、爪なだ。グーなだ。はい、ドラえもんの袋に入れてたまま何日かボケカプセル。これだけはさっきつけた先ほどの辛子です。今回ね、特別にちょっと七味を入れたけんね、これ。香ばしくなるよ、これが。入れて、スープを。これが、ほんま2週間ぐらい経ったらね、2週間つけんでいいからね。もう1週間ぐらいでも簡単。つけるんつからんで、ね、で、ラーメンとか焼き飯とか入れてもね、もう何でもいいよ。アリシアめっちゃ広がりにいけんね。ありがとう。